はい、皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、はい、まあ、海賊武装4に DLC、まあ、新ストーリーですね。新ストーリー、こちら、スペシャルログというものが、出ました。追加されたエピソードを遊べますということで、これは多分ね、第4弾、第5弾、第6弾のストーリーが、今後このスペシャルログで遊べるってことなんだろうけど、第1弾、こちら、ヤマト万有記だよね。はい、こちら、ヤマト万有記、やっていきたいと思います。かつて、光月おでんが記した、航海日誌、おでん万有記。その心に触れ、おでんのように生きるため、ヤマト、諸国万有の旅に出る。じゃあ、いろんなとこ行くってことかな。で、多分、ステージが、新ステージがある、よね、多分。行きましょう。わー、ヤマトだー。侍の国を万有せよ。いやー、行くぞ、じゃあ。レベル5か。結構、ごめん。ヤマト育てちゃったけど大丈夫かな？ヤマト育てない方が良かったかも。あれ、待って、強いかも。ヤマト以外でもできますか？そうですか。でも最初ヤマト行く？まあ、最初ヤマト行こうか。ね、また、この、ダウンロードキャラで行ったり、おでん使ったりね。じゃ、最初ヤマトで行きます。そうか、これ、攻撃、ちょっとこれ、最初かストーリー、大丈夫かな、これ。せめて、じゃあ、待って。これ、でも強さ変えれないんだよな。そうか。ちょっと、戦意の心得じゃなくて、一応戦闘術にしといて、いやー、これ、どうしよう。まあまあでも、一回とりあえず行きましょう。多分、だんだん難しくなってくると思うから、一旦こんな感じで行きます。はい。で、でも待って、これさ、あえて、ちょっと強くしちゃった分、お金貯める？コインはもういっぱいあるから、泥棒猫。この泥棒猫と、あと、賞金稼ぎ。これにしとこうか、一応。で、侍の国の万有。何勝利順？何すかそれ。待って、今回スタート時点敵、私だけか。私だけだ。なんかこのヤマトのなんかこのアイコンかわいい。で、敵。まあ、まだ最初、後から出てくるって感じかな。じゃあ最初じゃあ万有しまくりましょう。いきまーす。楽しもうぜ。いや、まだそうだよね。さあ、ちょっと強くしすぎちゃう。まだ、でも大丈夫か。そんな圧倒的な強さじゃない。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。まあそうだよな。もともとダウンロードコンテンツだから、レベル、なんかね、みんな多分強くしたキャラクター多いだろうから、多分強く設定されてるはず。ヤマト万有記では、その地をヤマトがどれだけ万有できたかに応じて、何これ万有ポイントを獲得できます。万有ポイントは以下で上昇します。ミッションの成功、一定数の敵の撃破、アイテムの獲得って何？制限時間内により多くの万有ポイント、アイテムってなんだ？その地を残らず万有し尽くすか、帰還地点から帰還した場合、戦後に万有ポイントを追加で獲得できます。戦闘が時間切れになってもそれまでの確信は失われませんが、敗北した時に万有ポイントが失われます。じゃあとりあえずいっぱいあれか、なんかあそこになんか怒りマークとかあるけど、待って、なんか時間がある。どうしよう、プー。ちょっと待って、これどうするこれなんかいっぱい敵倒せばいいみたいな、そんな感じでもなさそうだな。これなんか時間があるんだけど、浄化下で暴れる。まあとりあえず倒しに行くか。その制限時間ってことかな、多分。これこの海賊隊長全てぶっ倒すのがおそらく。アイテムをゲットしてこい。なんかアイテムゲットするって書いてあったから、アイテムっぽいのがあるんだよね。あれだ。なんか宝箱の色が違う。これだ。これを。わー、すごい宝だ。お宝。金だ。ヤマト金、こんな金欲しいか、ヤマトって。バージェス。何、熱き魂のバージェス。何。戦場には稀に熱き魂を持つ敵が出現することがあります。熱き魂を持つ敵を撃破すると必ず魂を撃破。いやー、なるほど。その分多分強いんでしょ。そう言って強い。ごめん。海賊隊長だった。忘れとった。武将じゃないわ。敵、その強い、キャラクターではなかったわ。これどうしよう。3分。待って、これ多分、急いだ方がいいな、これ。これ急ごう。ちょっと急ぎます。やばいね、これ。これちょっとまずいかも。時間が、多分この制限時間内に、ぶっ飛ばす。まあ、とりあえず、でもちゃんとミッションもね、ちゃんとミッションも達成しないといけないんだけど、多分この時間内にやんないとミッションが失敗だから、
満遊ポイントが低くなるのか。あ、待って、何これ。満遊中の戦場ではヤマトはさまざまなものを、見聞きしたがっています。縄張りを、探索し特定の物体やキャラクターを発見すると、隠されたミッション何よね。隠されたミッション発見できる場所に近づくとヤマトが反応する。何、どこ、いない。今なんかいた。守備隊長とは別だよね多分。ケイオースにも比例されるから。でちゃんと宝箱も取っといて OK。で、ちょ、時間大丈夫かなこれ、時間。時間ちょっと心配だから、ちょ、海賊隊長倒しに行くわ。ちゃんとミッション。あ、ちょっと待って、しまった。早見さんの声聞き忘れた。今、聞き逃した。くそ。ヤマトが喋るときは黙ってよ。ヤマトがやってるとき黙ろう、うん。ちゃんと黙り散らかします。あの、ごめんね。もう、あの、実況放棄します。早見さんの声が聞きたいので。よし、OK。とりあえず、これも壊しておく。いやー、これ、ちょっと遠回りになるけど、こっちから行こうか。いやー、なんか戦国無双っぽくなってきた。三国っていうより戦国だな。なんかこのこういうミッションの制限時間系ミッションとか戦国無双だわ本当に。1234オッケー。真田幸村とかめっちゃ使ってたな。よし、であとこれと、まあ時間は間に合いそうだね。でバージェスがあそこに、なんかさ、バージェスのなんか色、あれ周りの色やばくない、あれ魂のあれってことだからだよね。あ、まあなんかあれだ、怒りのマークがある。何、自警団に囲われる。大丈夫か、おっけ、助けるぞ。オッケー、倒しましたよ。倒したよね、倒したね、大丈夫ね。オッケー、大きくさん、助け立ちせずにはいられない。これ何、これ、だ、大きくさんの力になれちゃった。あ、バージェス倒せる。ちょっと待ってくださいよ。ちょ待ってください。待って、負けた。ウィンじゃないよ、違う、待って、待って、もう一回、ごめん、もう一回やります、もう一回やる、全然大丈夫。なるほど、そういう系ね。もういろんなミッションを達成していくみたいな。結構、じゃあこれ一回じゃ終わらんぞ多分これストーリー。これやり込み要素系じゃない、もしかして。ちょ、やろうこれ。もう一回ヤマトで、今度ちょっとバージェスでも、もうあの最初モブキャラ倒さずにもどんどんミッションクリアしていくわ。なんか最初ちょっとゆっくりやってたから、もうまずはもうガンガン攻めに行って、で海賊隊長たち倒して、これもう一回、これ面白い。うわ、なんかこれ本当にあれだ、なんか無双系の感じがすごいしてきた。まあ、これ無双系だわ、僕が求めていた無双が今ここにある。最高。これ、待って、めっちゃ面白いぞこれ。これ多分ね、三国無双、いや戦国武装やってた人はすっごいこの気持ち分かってくれると思う。なんか海賊武装ももちろん、まあ、多分ね、でもテイストがその戦国とかその本家の無双系とちょっと離れた感じに多分今までしてたと思うんですよ、ストーリーって。まあ制限時間っていうのがなんかさ、その10分間あって、まあ、10分、約10分だけどね。で、ケイオス1000いったら SS4 みたいな、そんな感じで、まあ結構戦闘メインみたいな感じだったけど、今回はやっぱりそのさ、まあ大泥棒のさ、万有を要はそのなぞらえるってことで、ちょっとさ急がないといけないとか、ミッションがもう頻繁で、しかもこのミッションをやらないとこれがゲットできませんよとか、なんか今までってミッションだったら、まあなんだろう、まあそのクリア後のまあコインとかの数とかがちょっと変わってくるよとか、そんぐらいだったんだけど、それじゃなくなったね、これ間違いなく。この本当になんかザストーリーを絶対、そのなんかやり込み要素っていうのが、なんて言えばいいんだろうね。これ宝箱、なんか、あ、宝箱の配置それぞれ違う。これ多分今近くに宝箱ないから、あれか、たまに出るときと出ないときあるのか。でもこれガンガン行こう。ちょっと、ガンガン攻めて、で、守備隊長出てくる、これ。ここで、あ、出てくるね。じゃあやっぱり宝箱はあれか、ちょっと、場所によって出てくる場所違うのか。よし、とりあえずこれ倒す。オッケー、倒した。で、どんどん行くぞ。ヤマトで間違ってるぞお前は。宝箱取るということはね、あ、泥棒だからね、うん。まあ、石川五右衛門はね、まあ、貧しい人にって、まあ、あれなんかいろいろまあね、あるけどね、まあまあ言わないとっけどさ、なんかいろんな説あるけどね、石川五右衛門もね、ちょっと事実と違うというかね、諸説ありって言っておいた方がいいか。諸説ありみたいなところあるからね、なんとも言えないけど。まあ、おでんは多分、その石川五右衛門が。うわー、ディアマンテか。あ、ディアマン、こっちなのか。オッケー、じゃあ、助かる。おーい、ディアマンテ、俺と戦ってくれ。このディアマンテをぶっ倒すと、
これ倒せば終わらないよね。俺の夢は終わらねえ。じゃあちょっとごめんなディアマンテ、ちょっとやらさせていただくぞ。ほらいいね。ちょっとやっぱりでも強くする。まあまあまあまだこれまだね、あのいっぱいあるから多分いけ。とりあえず1、2OK、 ディアマンテ撃破よし。でこっからなんかゲットできる。あーこれか。一応ちょっと倒しとく。いや海賊隊長まず倒した方がいいか。まあでも時間全然あったからね大丈夫。あのディアマンテ魂のあのなんか魂のキャラクターがいなくなっちゃったから、あの多分途中で強制終了になっただけだと思うから、ちょっととりあえずぶっ倒そう。とりあえずミッションどんどん達成していきます。おーい来たぞー、私が来た。ちょそろそろ人獣になる、人獣になっちゃおうか。ちょ人獣になっちゃおうかな。じゃ あ次の敵で人獣になります。こっちでいいかな。はい、じゃあ人獣ヤマトの出番でーす。どうもこんにちは。時間かかるんかこれ、編集中も時間かかるんだよ。いや強いぞ人獣ヤマト、マジで。オッケー、一瞬で撃破。さあそしてで、そっか大きく、あ今ちょコイログ2倍回ったけど、まあ大丈夫ですよ、別になくてもなくても一瞬で多分今は倒してしまうからね。オッケーでここで、大きくさんが来る。あ来た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 、これ倒しても大丈夫だよね。とりあえず自警団倒す。オッケー、ぶっ飛ばした。これでも倒したよね、倒したね。オッケーでそのままこれ前だったらここで終わってたんだけど、もう大丈夫だよね、あのもう倒したから魂のキャラクターは大丈夫ね。オッケーオッケーオッケー。多分1個でもミッションミスったらもう強制的に終了なんだと思う。これは何、これ何、え、なんかいやさっき説明あったんだけどさ、これもうなんかもう忘れちゃったっていうか、なんか見たはずなんだけどな。まあいいや、よしオッケー、1分追加。あこの時間が過ぎたら、いやそっか、でミッション失敗するとこの時間が減るからってことか。おお波来た、ちょ波倒そう、やめ倒そう、背面倒さないといけない。で時間がマイナスになっちゃって制限時間あれかなくなったのか。急げ急ぎで波を倒す、大丈夫だ。波さん私が来ましたよ。ロボロボさん、女性同士の戦いです。あちょっとしまった、ヤマトの声聞き忘れてた。ホーキンス、これは君は大丈夫かい。あつき、あのあつきなんちゃらじゃないよね。おお戦おうぜホーキンス。なさっきもう一回戦おう、あれさっき、あさっきはディアマンテか。おいホーキンスよろしく、私と戦いましょう。ホーキンスさん、オッケー、ホーキンスお前を倒させていただく。ああっ、なになに、物見から物見、あそっか、じゃああれミッション達成しないとやばいから制限時間内に。オッケー、あそこね、なんか丸いピンピンってなってるところ。百獣海賊団の増援、いいぞどんどん来てくれていいぞ。制限時間内ってどこ、3分か、僕に任せてほしい。3分ね。いやこれあれか、ちょっとスタミナいるな。何すべてぶっ倒せ、やばいな、ちょっと時間やばいなこれ、大変だぞい。これミッション、でも1分増えたわ。なるほど、こうやってやってなんとかミッションをどんどん達成していかないといけないんだね。よしオッケー、じゃあ次このもう多分ケオスは、ケオスより今ミッションだな、ミッションの継続をちょっと狙っていこう。これやって、まあこれ攻撃力18だから一応まああのガンガン敵は倒せはする。何ベラミも来た、いやでもベラミ倒しとかないとやばいよな。まずベラミだ。ちょまずこういう厚木系は倒しとかないと。あーいけ、あ来たー、いけた、ベラミー、ベラミーちゃん、あれ超えた、あごめん超えた、お前の屍を超えちまったみたいだけど。おいベラミー、ちょっと人獣になっていいか。いや人獣じゃなくて雷鳴発見、ボーン、オッケー素晴らしいです。で制限時間内だからまだいいのかな、一応ヤグラはどうなんだろう。これも倒さないといけないよね。この海賊隊長たちも倒さないといけなくて、いやでもついでに倒しとこう。ついでにこの櫓これだね、これを壊しといて、壊せるね、オッケー。物見発見で、まあ大体一番最後でしょ、一番最後だと思うけど、ちょっとこっち離れてるからこっちから行こう。まずこっちから行って、何、ねえどうだった、これじゃほおずきおでんを名乗れない、大丈夫、え、いいよ、いいけどそれはいいけど、それはいいんだけど、ちょっと待ってね、まずこのこっちからやんないと。あでもミッションのあれか、時間は減らないのか。なんか熱き魂のやつダメだったらなんか一発でアウトだったけどね。とりあえずこれたこいつ倒しといて、でもさすがにこのこれ倒しとかないといけないから。 OK 撃破で、あと最後ラスト1体、あの1体を倒して、でこの海賊隊長たちはちょっと無視しちゃっていいのかな、あれ
な、何もなんかミッションじゃないから大丈夫だよね。あれ、あの海賊隊長逃したらもうダメですよみたいな、そんなのないと思うから。さあ行こうか。これいやーいいね、このドキドキ。あー来たー、ミスターズ。ちょっと早めに倒さないといけない。いやボンちゃん、ボンちゃん待ってくれよ、俺と戦おうぞボンちゃん。急ぎよ、な、そうね、急ぎって書いてあったか、やっぱ急がないといけなかったんだね。でも人獣じゃなくて雷鳴発揮でいきます。はい、オッケーでーす。サンキュー、ありがとう。おお、ボンちゃんさすがだね。そんなじゃあなたには、はい、さよならです。さあ、うまい、また出現した。ちょっと待って、これ全員倒さないといけない感じか。いやー、これ、でもこれ、でもあれだよね、倒せっていうミッションではなさそうだけど、どうなんだ。今7200点、よいしょ。でこれ倒しといて、オッケー。まあいっぱいいるな。うわー、うわー、マジか。ちょっと待って、これまずこっちから、こっちから行こう。まずこっちから行って、あ、カイドウ出現だって。カイドウでも倒さないといけないよね。何が迷子だ。どうなんだろう、カイドウ倒さないと。逃げるとかじゃないよね。どうなんだろう。急ぎって出た、急ぎって出てないよね、まだ。カイドウぶっ倒せ。あー、急ぎではない気がするけど。巨大な何かが近くにいるみたいだ。カイドウさんですね、それカイドウさんです。ちょっとカイドウさん、カイドウ、あ、なんかみんながカイドウに集まってない、あれ集結してない。いや、そういうわけじゃないわ、動いてるだけ。やばい、ちょっとここ相変わらずあれだな、迷路だな。おーい、どこだい、どこだ、おーい、ちょっと、おーい、ねえ、ちょっとこんなとこに隠れてない、ちょっと私と一緒に戦いましょう。この壁を隔てて、そんな壁を隔てた愛なんて嫌だよ。あなたとちゃんと会って。おい、逃げるな、待て。おい、海賊隊長、海賊隊長、待て、まずい、残り1分、これまずいな。ちょっと待って、カイドウ倒したらあれか、その制限時間伸びるかな。いや、でも海賊、いやー、侍隊長行こう、先こっち行こう、先こっち行きます。でカイドウと一緒のとこに近く、やばい、カイドウあれ逃げてない、あれ、いや逃げてない、逃げてない、逃げてない、いや待って、移動してるだけだよね、あれ。大丈夫だよね、やばい、残り1分もない、急げ、まずいまずいまずい、死んじゃう死んじゃう。ちょ、まずカイドウ倒すか、カイドウ倒せば伸びるかもしれん。ちょっと先カイドウ行こう、カイドウ、おい、カイドウ、おい、じゃあ変身してやるよ、行きます。はいはい、人獣ヤマトさんです、行きまーす、ヤマトでーす。ヤマト運輸ではないぞ、カイドウ。いや、硬い硬い、残り30秒、残り30秒、いや、でもカイドウ倒せば多分伸びると思う、伸びる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 、伸びろ伸びろ伸びなさーい、伸びたー、よーし、アップで伸びたー、うー、危ない。で、おでんにも引けを取らない、ね、ちょっと待てよ。で、おい、またあれ、あ、待って、宝箱ある、宝箱どこだ、あ、あった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 、よし、あ、バギー、いや、でも一緒のとこに、危ない危ない、近くにいた、ありがて、これはありがて。おい、バギー、お前さ、お前何やってんだよ、学校来いよ、バギー、行きなさい、レギュー、攻撃力2倍マン。そしてバギー、お前はもう終わりだ、これで。あれ、あー、なんか止まった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 ってか、技打ったと思ったら打ってなかったわ。よし、センキュー。さあ次は、撃破したよ。で次どこだ、真ん中か、真ん中、ちょ、真ん中行ってこ、いつでも対処できるように真ん中、なんか海賊隊長増えてるし、この海賊隊長倒せる。ああ、時間が、疲れた、人獣になるのは疲れたな。とりあえず1万目指した、あ、1万いけそう、どうだ、1万、なんか宝箱あと1個取ればいけそう。何これ、ここ、ちょっと待って、ここだな、ここを制圧すればいいのか。で、敵をとりあえず倒しまくって、あ、リーダー来た。ヘイ、バイトリーダー、ここだな、君を、ここを、まだあるんだよ。ハクラチョウ、ま、か、ハクラチョウ町外れと、すいません、まずここ倒しといて、ね、乗っ取られないようにしといて、で、向こうか、こっちね、こっちを占領しちゃえばいいのか。ここじゃない、こっちか、ここね、オッケー。さあ、ちょっと敵がいっぱいいるとこ、敵がいっぱいいるとこ。ちょっと敵がワンサが出てくるところ紹介してください。はい、お願いします。やばい、残り50秒、残り50秒、大丈夫かな、これいけるか、これ時間間に合うか。いや、リーダー倒せば多分、これここ制圧すればおそらく伸びるでしょ、時間伸びるさえすれば。来た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 、リーダー来た、リーダー来た、よし、リーダー、ヘイリーダー、バイトリーダー、ちょ、時間、ちょ、すいません、時間飛ばしてください。はい、まだ私ここで戦ってたいんです。なんとかとりあえず1万はいった、おったね、あなたにはそんなプレゼント。 OK、 1分伸びた伸びた伸びた、クリアしたい、クリアしたい、これ。お、統一だ。僕以上の光月おでんは存在しない。
行けた、カイドウ、あー、人獣だ、人獣カイドウです。おーい、ちょっやろうぜ人獣カイドウ、人獣ヤマトになってなりましょう。これは人獣ヤマト VS 人獣カイドウよ。行きまーす。陥落した俺しょうがないでしょ、それはそうですよ、だって味方誰もいないんだもん。仕方ないです、はい、仕方ないです。いやカイドウか、カイドウ VS、 いや強いな、強い強い。あと1回1回逃げる、1回逃げて、でこれでこう強すぎだろ。僕は漫遊を通して成長したんだ。強、待って、ヤマト強、もう僕は世間知らずじゃない。かっこいいね、これかっこいいね、あ、かっこいい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 、ちょ、これかっこいいかっこいいかっこいい、この走ってる感じ、よーし。さあどうだ、これさ他にもあるってことだよね、多分12760で、まあ魂もらえる。これってさ、ステージは1個なのかな、で何個もミッションがあるみたいな感じか、そういう感じなのかな。ちょっとあんまりそのストーリーの内容見てないように、見ないようにしたからさ、初見で見たんでちょっとまだよく分かってないんだけど、どうなんだろう、これで次のステージがなければこのステージで全てのミッションをクリアするみたいな感じになる。あー、解放された、まだありました。そうか、1万超えたら次のとこ行けるみたいな、そんな感じか。じゃあ次はお菓子の国を漫遊次回したいと思います。次回はニカかな、ちょっとニカでやっていきたいなと思います。はい、これでもまだね、これ漫遊試合いっぱいあるからさ、まだいっぱいミッション残ってたと思うんで、そのミッションもすべてマックスまたやりたい。まあまずはね、すべて漫遊してからになると思うんだけど、はい、じゃあ次回はニカか、まあ、人獣カイドウでやりたいと思います。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これは神ゲー、神ダウンロードの予感しますね。これ330円だよ、ちなみに。こんだけ楽しめて330円だからね。めっちゃ楽しいんだけど。いいね。あと、まあ、わかんない。これさらに下があるかもしれんけど、普通に見ると、スクロールしないって考えると、あと3つあるね。4つある。でも、本当に事前情報見てないからわかんない。もっと下までスクロール、要は、トレジャーログみたいな感じでさ、まだ下があるのかもしれんから。楽しみです。はい。じゃあ、皆さん、お疲れ様です。バイバイ。